村健一さんっていうね、はい、大体やね、そうそうそう、はい、ちょっと似てるね、ファイブリッツの大体やね、よく子供の頃真似してました。はい、その方のアシスタントを6年ぐらいやったのかな。へえ、はいはいはい。じゃあなんで政治に行こうと思ったんですか。そこからは今度はテレビ東京でずっと、はい、経済番組やってたんですね、はいはいはい、ワールドビジネスサテライトの初代キャスターだったんですけど、はい、うん、まあ、あの頃はねちょうど、バブルがすでに破裂はしていた、うん、だけれども38,900ぐらい最高値のその後だったんですけれども、はい、それで日本の経済はひどい状況になりつつあった、うん、まだ大丈夫でしたけれどもね、うんうん、でそれから冷戦構造が終わった、湾岸戦争があった、はい、で特に国会でですね、いわゆるなんていうんですか、牛歩っていうのをやってるんですよ、 PKO 法案でね。知らないでしょ牛歩、その時代知らないです、なんかこの牛歩ってね、どんな字書くか分かる、分かんないです、牛が歩くって書く、牛が歩くのは呪いわけですよ。なんかさ、そのね、うん、もう本当にさ、こうやって1ミリずつしか、1ミリずつだから、そのなんであれ、なんつか入れさせないと、ね、政治の追っかけとすればこれは必須項目です。牛歩いるかもよ、聞いといた方がいいかも、勉強させていただきます。牛歩、あれ法案通らせ、通らないようにするためですよね。英語でなんて言ったっけな、フィリバスター。だからアメリカの議員とかもその作戦があるってことですか。あ、日本だけもんじゃないんだ。もう24時間ずっと演説しまするということで、採決に持ち込まないとか、これはまあその議会における技術ですね、世界共通というか、うん、というのでね、やっぱり結局は、はい、政治だと、あ、キャスターやってる時にそう思われたと、はい、うん、はいはい、それで政策が、はい、そのだって、日本のね、うん、バブルが超バブルだったわけでしょ、はい、でそれがですね、もう今度こう落ちてるのに、はい、そこで総量規制っていうのをやって、うん、ですからなんていうんですかね、首を絞めるようなね、うん、そんな政策をのそのそとやるから、うん、遅いやんかと、うん、思ったわけですね。じゃあ私が出たら、これは政策ですよ。出ようと思ったんですか、それとも誰かこう誘われたりとか、うん、前からも誘われていて、だいたいキャスターなんて狙い目じゃないですか。そうなんですか。政党からすれば、まあね、よくね、まあ、声かかるって言いますよね。そう、まあ、何人かいらっしゃいますもんね、キャスターからなった人。まあそういうなんか担がれて出るなんてね、私は嫌だったし、うん、行きたい政党はなかったし、うん、っていうのでそれまでは出なかったんですけどね。だから最初は私はベンチャー政党ですよ、はいはい、全くゼロからのね、はい、細川さんの日本新党から入って行ったわけですけれども、はいはい、どうなんですか、やっぱり政治の世界入った方がいろんなことできたし、だってそのディシジョンメイキングというか意思決定のその場にいないとね、いくらこう言ってもですね、変わらないものは変わらないわけでね、まあマスコミはまたそれはそれで役割ありますよ、だけど結局最後はあなたの一議席で決まるっていうものだってあるわけでしょ。だから例えばそうですね、この間も日銀総裁の一票で、はい、うん、どうするかっていうのも、うん、やはりそこにその議員がいるかいないかによってね、どっち向くかによって違ってくるわけだから、うん、だから現場はやっぱり政治のそこにあるわけですよね、うん、国会にあるわけですね、うん、でもね、これちょっとぶっちゃけた話聞きたいんですけど、キャスターやられてて政治家さんに転身したらね、うん、それ収入もえらい減るじゃないですか。ああ、激減ですね。政治家さんっていろんなお金結局使わなきゃいけないから、うん、実はそんなに儲からない仕事じゃないですか。全く儲からないですよ ね、まあ、また儲けようと思って、うん、政治家になる人はやめた方がいい。あ、うん、たまにでもいて失敗すると言いますよね。ですからね、もちろん入ってくるお金っていうか歳費として払われるお金は普通のサラリーマンの人よりは確かに多い、はい、うんうん、それからいろんなパスをもらってとかね、うんうん、新幹線でタダで乗れるとか、はいはい、そっちばっかりやるけれども、うん、もっと多くが出ますから、はいはい、人を雇うんですから、うん、それ給料払うわけですもんね。人件費ですね、一番多いのはね、うん、でやっぱ基本的には志がないと、そういう人、うん、いや、ちゃんとある人じゃないとやめなさいってことね。そう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 、まあ、当たり前のことかもしれないですけど、志なくしてなるのは
冗談じゃないと思いますよね。たまにね、そんなそういう感じの人がね、いるような感じもしますからね。まあまあ、なんだこの人って人もいるんですよね。僕何人か僕知ってますけど。例えばこれ言えないですけど、なんだこいつってもうか金の亡者じゃねえかこいつってね。でそれを帰って嫁にこっそり話すんですけど。あ、そう。あいつに出んなってね。まあじゃあちょっとはい、今日さっきアンケートも取ったんですけど、いやコマーシャルないです。なぜこれね。アンケート取った中でやっぱりみんながやっぱ気になってたのが、そう今日やっぱ一番はね、今のニュースで気になってるのはやっぱり北朝鮮ミサイルじゃないか、ミサイルの問題が、はいはい、さっきアンケートバー出したんですよ、はい、今の違いますけど、そしたらね、何が気になりますかって6項目ぐらい出したんですよ、うん、まあ、一緒にするのもどうかと思うんですけど、北朝鮮のミサイル問題とか、うん、オセロ解散とかそんないろいろ出したらやっぱり40何パーセントぐらいだったかな、うん、視聴者の皆さんはミサイルどうなってんだっていうのがあったんだけど、ね、まあ、今ね、あれちょっとこうね、やっぱり女性としての初の防衛大臣、ね、そうですよ、はい、防衛大臣もやられてたんで、実際ね、うん、僕はですけど、その戦争までに例えばね、横須賀の基地狙うとか、そんなことは馬鹿げたことはないと思うんですよ。それは自殺行為です。ですよね、はい、でも日本飛び越えて太平洋に落とすぐらいはやるのかなと思うんだけど、まあ前やりましたよね、うん、一度ね、はい、二度かやってますから、うん、どうなんですか、小池議員が先生が考える今の状況、うんうん、どうなんですか、どうなってるんですか今国会の中で、まあ、防衛の中ではお得意の瀬戸際外交をやってるわけですよね、北朝鮮がね、はい、北朝鮮がそれにこうどう乗ってくるかっていうのを今試しているんだろうと思うんですが、うん、ただ私はやっぱり心配なのは、金正恩っていうね、まだ30なった若、うん、ばっかり の、はい、彼がですね、うん、本当にどこまでね冒険主義をやるのかっていうのは誰もわからないですから、だからまあパク3にしても最悪のことをね準備するっていうのは当然の話になるわけですけどね。で昨日からってもう随分姿消してわかんないですよね、逃げてるんじゃないかとか、自分だけ助かろうとしてるとかね、まあ、それから現場で指揮を取ってるとかいろいろ憶測は飛んでますけれど、で、まあ、私自身一番ね心配なのはですね、まあ、核弾頭を乗っけてなんて言ったらそれはもう自殺行為に等しくなるので、これは私は予算委員会などでも2度ほど取り上げてるんだけれども、はい、EMP って言ってね、はい、電磁波をですね、このこうミサイル飛ばすここの先っちょのね、うん、弾頭のところにその EMP の装置をビューッと、そうそうそう、そして大気圏の方に出すことによってここのところが離れてですね、電磁波によって例えば ATM とか、それから飛行機の管制から新幹線とか、そういったことが麻痺しちゃうんですね。この間韓国でありましたよね、テレビ局がサイバーでやられてるじゃないかっていう。ですから EMP っていうのはこれ意外と簡単な技術なんですね。でそれは嫌だなと思うのと、それはある意味人は殺さないわけです、うん、社会は混乱するんですけれどもね、うん、でまたこの日本のように高度にそのようなネットというかな、はいはい、発達しているところには大変効き目があるんですね、うん、ところがその逆に北朝鮮に対して EMP 攻撃をやっても、うん、彼は別に ATM があるわけでもないし、新幹線があるわけでもないし、何もそのダメージはないわけですよ。うわ、それって怖くない、逆に、ね、だから爆弾みたいなことじゃないけどってことね。違うですね、社会を混乱させるとかね、これもねちゃんとアメリカでもですね、議会で、研究を行ってるっていうことが明らかになったりね、はい、でアメリカ側の方ですよ、それから韓国もこの点では大変注目してるんだけれども、まあ日本にとって非常にバルンデラブルっていうかな、弱いところをついてくるっていうことがあるとね、まずいので、北朝鮮はその技術を持ってるっていうのは確証ってあるんですか、まだ分かんないですか。いやいや、そう難しいあれじゃないっていうんですね。あ、その技術が、はいはい、だから用にも持ってる可能性があるってことですか、電磁波を狂わせるという、電磁波を狂わせるというか電磁波で狂わせる、電磁波でネットとか ATM とかそういうことを全部狂わせるという、はいはい、そういうのをやると困るなと思いますね。そう、じゃあ例えばね、その爆弾とかじゃなくてそういうの飛ばせたとしても、それだって実際世の中混乱するじゃないですか、うんうん、でそれを今ほら
タックスリーとかで、うん、だからその国際法とかね、うん、そういった全く新しい技術っていうか、うん、新しくはないけれどもそれに対応した国際法っていうか、うん、なかなかないんですよね、法律ができてない。だから、まあ、あの未知の、まあ、問題点はたくさんあると思いますけれども、うん、しかしあのいずれにしてもあのこういう冒険主義が、うん、あの北朝鮮にとって何もプラスではないということを、ね、ここはあの国際社会がきちっと、ね、連帯してですね、そのことをしっかりと知らしめないといけない。一番かわいそうなのはだって北朝鮮の国民じゃないですか、そうですよね、貧乏してね、飯も食えずにね、はい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 、うん、だけど、まあ、あの最終章は近づいたと私は思いますけど、ね、もうじゃあその最悪の事態みたいにはならずにそうしなければいけない、はい、まあ、でそんなにぶっちゃけ心配する人はないですか。はい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 、いつまでだよね、うん、いや心配してますよ気になりますか、コメがあのもしよかったら ね、 ねあの質問があれば、小池議員に質問あればあんまり直接聞けないと思うんでね、どんどん質問してください。はい、あの私もちょっと一つ質問あるんですけ ど、 どやっぱり女性の方でここまで防衛に詳しくなるってすごいなと思って、うんうんうん、だから防衛大学出てる人とかね、とか男性の方にね、防衛大学の卒業生の多分成績順で言ったら上から10番目ぐらいまではもうみんな女性だとかって言われてて、なんで女性がなんですか。いや、国を守るのは男性でも女性でもまあでも、ね、自衛官の人もね女性いっぱいいますし、今 5% はそうですよね。でアメリカなんかはあの最前線にもあの女性をちゃんと赴かせるっていうふうな、ね、ことを言ってますからね。積極的な、ちょっと、ね、一個で、ね、いくつか出てるんですけど、もしなんか TPP についてとか、はいはい、気になるのがありましたら、もしあったら、そうですね、はい、あの TPP でね譲れないところはいくつかありますよね。例えばその、うん、この沖縄、はい、などはですね、うん、南大東島とかね、いろんな、まあ、有人の島は39だけれども無人の島もいっぱいあるわけですね、はい、で今ある尖閣の問題もありますでしょ、はいはい、やっぱりねそこで人が住んでてもらわないと、うん、あの島って守りにくいわけですね。要は里の問題でしょ。そう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 、はい、でこれなんかをですねあの特別扱いしなくちゃ、そこで住んでいる、今住んでる人たちの生活も守れないわけですよね、うん、とにかく お金あげるから住んでてごらんみたいなのでは、うん、やっぱり人間ないか生きがいがないとあれじゃないですか。それをでもね先生それをね 国、うん、国が例えばフランスでいう、ね、サフェールみたいな感じで国がちゃんとその援助するというか、うん、守ってお金で守っていくことはできない、ね、無理なんですか。これは農業というよりも別の形で守るという、うん、その策を練らなくちゃダメでしょうね、うん、それからあとですね、例えばその厳しいのがお米もそうだけれども、うん、北海道、うん、乳産品など酪農、はい、ね、これも守っていかなくちゃいけない部分ではあるんだけれど、うん、一方でね私は国際競争力あると思うんですね、うん、例えばニュージーランドっていうのは TPP を始めた4つの国のうちの1つなんだけれども、うん、かつては補助金付けでですね、うん、とにかく酪農家を守ろうというのでそっちにお金をバン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 つぎ込んでいた、うん、だって人口300万で、うん、それ以上に、うん、あの羊がいる国ですよ、ね、はいはい、羊の方が多いって言いますもんね。羊の方が多いでしょ、うん、であと酪農でしょ、うん、でその酪農を守るということでですね、あのバターとマーガリンがあるじゃないですか、うん、バターは当然乳酸品だけれども、うん、それマーガリンの方は、うん、これは植物性でしょ、うん、そうするとマーガリンの方に市場を取られたら困るというので、なんとニュージーランド政府は昔はですね、うん、そのマーガリンを食べたい人っていうのは、うん、体に問題があってお医者さんからの処方箋がないと売りませんぐらいのことでバターを守ったんですよ。あ、そうやって、そうやって国の産物を守ってきたってことですか。そう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 、でそれはあまりにもね、うん、あの補助金であるとか、うん、その規制がですね、うん、いびつだというので一気に解放するんですね、うん、このニュージーランドの解放政策っていうのは90年代の初期ぐらいに、うん、郵便もそうですよ、うんうん、大胆なことやるのね、うん、で結局今どうなってるかって言ったらニュージーランドの乳産品、っていう酪農関係の、うん、産品っていうのは非常に国際競争力があって、うん、そして
もう世界、太平洋 TPP でですね、そのリード役になって、そしてさあいらっしゃいって今ゲームやってるわけでしょ。うん、で片や北海道は550万人かな、はい、の人口で、はい、だいたいデンマークと同じくらいの規模の国じゃなくて、うん、道なわけでしょ、はい、でここをね、私は同州制なんだけれども、うん、論者なんだけれども、もっとね自由にやることによって、むしろ北海道北海道らしく、かつそれで生きていける、うん、経済になるんじゃないか、でまた農業も守れるんじゃないか、かえってね。でも TPP はいや、もう日本はだって交渉参加してるわけですから、そっちに向かっていくってことですよね。そうですね、交渉に参加する条件が整ってきたということですね。やっぱ TPP 入っちゃった方がいいってことですか、経済的には。その後は外交力です、交渉力です。どこをちゃんと守れるか守れないか。そうそう、それもあるし、日本国内の問題もあるし、アメリカの議会を説得するということもしなくちゃいけないんで、こういうのは名うて そのアメリカのロビーストなどを雇ってくるとかね、そういうのをやらなくちゃいけない。ちょっと今遅れて日本入ってきてますけど、それで不利になることとかはあるでしょうね。もうだって列車は出てるんです。そうですよね、はい、そこにバーッとパッと飛び乗れるかどうかをこれからやるわけですからね。もうちょっといろんな話聞きながら飲みたいんですけど、ちょっと先生のお時間もあるということで、はい、まあ、あ、先生終電の時間があるんですか。あ、そうですね、いや、門限、門限これちなみにですけど、はい、明日土日じゃないですか。明日って何やるんですか。休みじゃないですか。明日は休みじゃないの。まず地元があって、はい、それからなんだっけな、あ、何やっぱ持ってらっしゃる。バッグ、何、自民党のボードバッグ。私もそれだで、これ自民党の党本部の売店で売ってるんですよ。でこんな売ってんの。そうそうそう、これもクリアファイルもこれを持ってないだろう。これ何、安倍さんと石破さんのがあるんだ。これは作ったサンプル。まだだって発売されてない。発売だってこれサンプルで一品物なんだもん。すごい、これね、これ4月の下旬に出るという噂を聞いたんですけども。あ、そうです、そうです、そうです。うわー、ニコ動の超会議、はい、そこでこう売り出すことになって、はい、これ売れますこれ。いや、これね、人気すぎて、人気がない、人気ないのこれ。今もうないないの、在庫ない、はい、バケのおっちゃんがないって。あ、そんな売れるの。そうなんです。これもいくらいくら売ってるんですか。これはね、3枚一組で300円クリアファイルが3枚一組で300円。これを今安倍さんと石破さんですけども、安いっちゃ安いのかな、3枚入るんです、はい、こっちの方が広報本部長賞なの。これこのキャラクターが、はあはあ、こっち可愛いから、あ、ここ、ま、ベルトのところ自民党の字って書いてあって、こっちも一緒か。そうそうそう、同じですよ。それで、はい、こっちでクリアファイルも作ってくれという要望が殺到したの。これで、というのでこれを作ってみた。そう、今売り出してるのはちなみにこれなんですよ。そう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 、あ、これこれなんだ、この2つなんだ、はい、これも売り切れ。じゃあ広報本部長としてもこういうのも考えたり許可したりしてるってことですか今。そういうことです。自民党でもっと若者にもみんな広めるために。そうそう、どうしようかなと思っていつも考えて。で、明日何やるんですか。あ、明日はですねここからなんですか。いやいや、明日はね、午前中は地元で、あと午後は福井県に行くの、公園に。参議院選挙絡みで、翌日がね、足利の市長選に行くので、も休みないんですか。ないっす、ないですよ。1年で休みほぼないんですか。ないですよ。すごい、毎日仕事ないですよ。やっぱかっこいいですね、っていうか、ぼやぼやしてられない状況ですから、はい、あ、次の選挙もあるし、自民党をね、選挙じゃなくていかに国益を守るかですよ。あ、なるほど。今ちょっといろいろね、バタバタね、今もしかしたらここものすごく景気よくなるかもしれないし、そうしていかなきゃいけないわけですよ。必ずそうしますから。 2年かかります。庶民、我々庶民で給料で返ってくるのは1年でいきます。いや、それはその企業とか、分野にもよるでしょうけれどね、早いところは早いと思いますよ。待てば大丈夫ですか、待って今通り行けば。むしろなんかちょっともうバブルの状況をね、こう昔見たようなね。いや、だって俺投資家の友達、今日昼間投資家の仕事、投資家の人の投資家の番組やってたんだけど、めちゃくちゃ儲かり出してますよ、その人たち、でも普通の人は全然来ない。今デパートのね、外商とか、その高級品売り場の買いが
かつては閑散としていたところが結構にぎわってますよね。あと消費税の話もあるから今のうちに買っといた方がいいという心理も働いて、そうですね、そうすると景気が良くなって秋の秋頃になってあの不景気だったら消費税はねどう上げないっていうのがあるじゃないですか、景気兆候っていうのがあるじゃないですか、景気良くなっていっちゃえばそのまま消費税は入ってですよね。だって嫁と今本当にマンション買うかどうか悩んでるんですよ。いっぱいよく聞きます、よく聞きます。買った方がいいですか先生も。それは2つの要素から消費税上がる前にでも買った方が得でしょ。消費税とそれから何よりも土地がなどが上がるということですから、地価が上がってるよね、バブルだ。本当大丈夫、買って、ね、なんか貸し出しっていうのもまあまあそれは今後の話ねアパート経営ですか。いやいやそうじゃないですけどね。まあちょっともう先生お時間なんで、はいはい、すいません、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。第1回のゲストに来ていただきまして、はいはい、どういたしまして。すごい話してました。ではね、はい、失礼します。気をつけて帰ってください。ということで明日は福井県に、はい、お体壊さないように頑張ってください、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ということで小池先生でした。ありがとうございました。